結構上手いじゃん。お前こそボード初めてってマジかよ。スキーと同じでしょこれ。先輩早い。でもかっこいい。八の字に広げんだよ八の字。そんなこと言ったって。いってぇ。ごめん。あごめん。なんならデートの約束つなーさせない。キリッ。やーやー。結構滑ったな。どうよ俺のスノボテク、惚れ直しちゃっただろ。滑ったっつか転がってたようなもんすけどね。クマの野郎毎回突っ込んできやがって。漢字ばっかりなおちゃんと滑るなんてずるい。クマクマは個人レッスンに断固反対します。てめえやっぱわざとかよ。俺の話はスルーかよ。ナオト君はスキー初めてだったんだよね。どうだった？まともに立ってるのが精一杯ですよ。タツミ君に教わっているんですが、あらぬ方向に滑ったりいきなり転んだりと思い通りにならないものですね。明日は少しでも滑れるようになりたいです。ナオト君って結構負けず嫌いだよね。あと1回ぐらい言っとく？もう疲れたよ足がグガグ。クマも毛皮が全部凍ったね。パリパリ伝説クマ。明日もあるし今日はもう引き上げようぜ。里中は腹減ってねえの？忘れてた今減った。ペンションの夕食なんだったっけ？下ビラメの無国籍風料理じゃなかったかな。無国籍風っていうのが気になってたんだ。無国籍なのに風なんですね。つまりどういう味なんでしょう？なんか自信ない時につけるイメージ。無国籍料理ってシェフもお前らに言われたくないと思うけどね。ひどい。クリスマスのケーキ美味しいって叫んでたくせに。叫んでねえよ。あれはナオトのおかげだろ。違うもん料理本だもん。どっちでもいいよ。つか最初から読めよ。そんなことより重大な問題があるでしょうが。下ピラメって魚だよね。肉は肉。どんだけ肉食だよ。お肉料理はメニューになかったと思う。ビーフもポークもチキンも。確かにこんだけ滑ったら肉食いたいっすね。お肉。味わわれる日が来たクマ。そんなことしないよ。クマ肉って癖が強いから。よっしゃ。ひどい。